私は東京都港区浜松町にある立ち飲みのバーを経営しております。2019年にオープンしたので今年の5月で、5年になります。12歳の頃から、子役として芸能界デビューをしておりまして、でずっと今後も役者をやっていきたいなという夢は全く変わらなかったので、なので役者さんとあと別で自分で一人で生きていけるような何か、お金を稼げる方法としてまずは、考えついたのが、お店ということなんですけれども、もともとここが八百屋さんだったんですね。でそれで、その八百屋さんを潰さないために何かできないかなっていうことをまずは そうですね、そのお話があって、なんかただお店をやっててもつまらないので、夢を語れる場所だったりとか人と人とのご縁をつなげる場所っていうことを、自分の中で大事にしながらお店をやろうと思ったのがきっかけです。今は基本的には映画が主に、そうですね、活動している場所であります。そうですね、もちろんその、どの業界にも波っていうのはあるとは思うんですけれども、私はその役者をずっと一生続けていくっていうのを決めていますので、何か自分の中でもう一つ一本女優として何かできることはないかなっていうところから始めています。もともと私の母親、両親が自分の誕生日になると物よりも経験をさせるっていう意味でミュージカルに連れてってもらっていたんですね。でその時に必ずパンフレットを買ってくれて、でそれでこうなんか見ているとそのキャストさんのところに子役ちゃんたちがわーっと乗ってて、私もここに乗りたいって言ったことがきっかけで始まりました。事務所でレッスンをやりながらっていうのと、学校東京都目黒にある日の出高校という芸能の学校に通っておりました、はい。もちろんずっとその現場にいたいっていうのが夢なので、映画が、そうですね、私の中に一番好きな現場なので、映画の、現場にずっと居続けたいっていうのがあります。なんだろう特に理由はないですね。舞台ももちろん好きなんですけど、でも一番はやっぱりなんでだろうな、なんか映画のその、絵の中のなんか リアリティをこう求めていく感じが私はすごく好きで、はい、たまらなく続けてます。そうですね、なんかやっぱり舞台は舞台でその稽古期間が長かったりするので、その共演者の方々と毎日こう顔を合わせることによっていろいろとこう生まれていくものももちろんあるし、本番でもこう生まれていくものがもちろんあると思うんですけど、映画とかドラマってもうその時限りなので、なんかその一発勝負っていうのが結構自分の中で好きな分野なのかなと思ってます。出る以外にも私は、脚本とかにも昔、興味があって、以前杉本彩さん主演の舞台の、脚本を書いたりとかもしたんですけれども、あと今年はプロデュー、自分がプロデューサー業っていうのもちょっとやってみたいなという興味はあるので、勉強しながらやっていきたいなと思ってます。女性だからっていうのは今のところまだその感じていることはないんですけれども、ただやっぱりこれから、そうですね、どんどん年齢を重ねていくにつれて、今まで考えなかったその結婚だったり出産だったり、なんかそういうことってやっぱり男性は仕事命でやりたい人は仕事だけを考えてればいいと思うんですけど、でも女性はやっぱりこう期限っていうものがもちろん今後出てくることもあるので、そこら辺はちょっとうまいこと葛藤しながらやっていくっていうのが、なんかやっぱり女性としての、自分の中での今の悩みですかね。はい、成功の反対は失敗ではなくって何もしないことだと思っているんですね。なのでやっぱり何かしないと
失敗はできないし、失敗をして失敗をすることによって人は成長していくのかなというのはあると思うので、なのでまずはトライをしてみるということを私は心がけて生きてます。